国道12号は、北海道札幌市から旭川市に至る一般国道である。札幌市中央区地点の国道12号はここで右折する。右折した先には、あずま橋がある。北海道の道庁所在地である、札幌市から北東へと石狩平野を走る JR、函館本線に沿うよう走り、道内、第2位で、中核市でもある。 朝日川市までを結ぶ、延長約157キロメートルの一般国道で、主な通過地は、江別市、岩見沢市、三笠市、美梅市、砂川市、滝川市である。札幌江別間は、札幌江別通り、石狩振興局管内は、中央国道、上川総合振興局管内では、カムイ国道の別名がある。全線で、道自動車道と並走する。 美バ市甲子内湖線京滝川市国道38号交差点間 29.2km は日本一長い直線道路となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。国道12号の歴史は前進となる一期とも中別不都市間の 87.9km の上川道路が1886年5月に 着工したのに始まる。工事には、月形町のカバと州時間の囚人が借り出され、わずか90日後の8月に、幅約2メートルの道路が仮開通した。初代北海道庁長官である、岩村道都に命じられた、高畑俊義が書いた、工事の復名書には、かなり直線路になすを、おとしとあったことから、意図して、ビバ市滝川市間の日本一長い直線道路が、 誕生したことがわかる。翌1887年6月から、上川郡仮道改築工事と言われる、上川道路の本工事が開始され、道幅3県、砂利敷き幅9尺に、地形に応じ両側に排水口を設置するという、シャバ道を、カバと空地周時間の囚人らによって集築する作業が行われ、まず、1887年に、 ソラチブ都男ほっけまでを、1889年に、男北家中別ふとしまでを、カバト修士官が分担し、1889年9月までに、全線の修築を完了した。また、ソラチブ都以南の一期ともソラチブ都の築道工事は、ソラチ修士官が分担し、1888年11月に、着手、1890年6月に全線開通した。 この中に、札幌、岩見沢間は含まれておらず、札幌市街白石、白石江別、江別岩見沢の改作は、1890年末までには、完了していた。1900年に、日清戦争時に編成された、臨時第7師団が、札幌群月間村から旭川へ移転したことにより、上川道路は、軍事道路としての使命を合わせ持った道路となっていく。 1907年5月13日の内務省告示第58号によって上川道路は国道43号東京より第7師段に達する路線の一部として国道に指定された1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では国道4号東京市と北海道庁所在地に達する路線函館おしゃまんべくっちゃんのたる札幌 道5号経由、国道27号、東京市より第7師団司令部所在地に達する路線、札幌までは、国道4号と同じであるが、札幌市北一条通りにおいて4号から分岐し、岩見沢から旭川4条通り7丁目に達する、現在の12号のルートとなる。国道28号、東京市より第7師団司令部所在地に達する路線、は、 旧国道43号がそのままとなった。1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で、一級国道12号として指定された。1965年4月1日に、道路法改正によって一級二級の別がなくなり、一般国道12号となった。1969年、 海道100年を記念して、砂川市の空地太神社境内に、囚人の犠牲者を慰めるため、砂川市、北海道により、上川道路改削記念碑が建立された。滝川市にて撮影トンネル橋領道の、駅一般国道でも、最長となる、直線区間は、美梅市内へ町砂川市滝川市の4自治体を、貫き、直線距離は 29.2km ある。 この直線区間に、道の駅ハウスやるびないえがあり、直線道路日本一 29.2km のモニュメントが立つ。原道石狩振興局空地総合振興局、上川総合振興局滝川バイパス空地、総合振興局旭川振動上川総合振興局。ありがとうございます。